こんにちは、フルショーです。世界の名作文学を5分で語るときには10分くらいかかってしまうという気楽なコンセプトで、世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について気ままに楽しく語っていくチャンネルです。はい、えー、今回はアーダルベルトシティフターのバンカーを詳しく読むというシリーズの第2 2回目です。まあ、バンカー自体については、あの、下の方にリンクを貼っております。全体像を喋ったこともあるので、えー、ご関心のある人はそちらをご覧ください。まあ、バンカーの全体像を知らずに、えー、バンカーというものを知らなくてもですね、えー、まあ、今回の動画だけでも、まあ、それなりに楽しく、面白い内容にはなってるかもしれないので、ぜ、ま、ひ、あえー、お付き合いください。 はい。で、もし、シュティフターのバンカのファンだという方にはですね、えー、バンカを詳しく語っている動画は、英語もドイツ語も含めて世界でこれだけではないかと自由しておりましたのでえ、あの、またよろしくお願いします。はい。えー、さあ、バンカの今日はですね、第2巻、第3章、洞察というね、えー、主人公のハインリヒが自分のお父さんの芸術活動、芸術のセンス、 というものに初めてて触れて感動するリーザ派の話とリーザ派男爵との、ね、出会いとリーザ派男爵からのいろんな話でねハインリヒの芸術的な部分っていうのは相当伸びてるんですけどそういう伸びた自分があお父さんにこう,こう分かったというかお父さんがそういうことが分かった でそれでお父さんが初めて自分の芸術感とかそういうものをハインヒに伝えるというね、えーまあ、結構感動的なシーンであり、またお父さんの洞察の素晴らしさみたいなのを感じるシーンでもあります。ちなみにこのお父さんというのは商人で、えー、もう一日中ね、えー、ものすごい馬車馬のように働いている商人なんですね。でこのンカの出だしはあ、私の父は商人だった。 ということで始まりまりすこれはドイツ語ではマイ r ファータ・バー・アイン・カ m フマ n という,ふうになりますなぜここだけ覚えているかというと、自分の小説で、ですね、えー、このバンカの冒頭のドイツ語をこう引用したことがあってね、ここだけしか知らないんですけど、えーえー、ドイツ語ではそうなってますね。はい、で、えー、このお父さんは、ですね、えー、この商人商あの、仕事をしながら、えー、書斎でよく1時間も2時間も、あるいはそれ以上も読書をしていた。 いうね読書好き相当な読書好きしかも実はこれがあ古代ギリシャ語やラテン語で読んでいたっていうのがね今の洞察のところでわかるわけなんですね。 古代ギリシャ語で2時間以上読書するってね、すごい話ですね。で、その際に、机は精巧な彫刻を施した古風なもので、下に敷いてある絨毯もまた古風だったっていうね、えー、ギリシャ人になりきってるような感じなんですけども、ここの洞察を読んで、この冒頭を読むとね、なるほど、お父さんはグスタフっていうんですけど、お父さんのグスタフは、そういう感じで、えー、ストレス解消してたんだなみたいなね、感じですね。 でこの商人というのがね、えー、日本の商人というとね、江戸時代の首脳交渉の商みたいな感じの印象を受けるわけなんですけど、うん、ちょっとね、ドイツにおける商人というのはだいぶ様子が違うんですね。でここにっとです、ね、トーマスマンとドイツの時代という本が、はいで。この本はトーマスマンの略歴みたいなことを書くときに、まあ、リューベックの商人の子孫であるトーマスマン、 について書いてて書るんでドイツにおける商人はってことこう一生ちょっと書いてるところあるんですよ。で、えー、ヨーロッパにおけるこう社会的地位の高さのアンケートっていうのがあってですね、どんな職業が社会的地位高いと思いますかっていうアンケートがあったんですね。そうすると、フランスではですね、1位大学教授、2位文化人、文化人ってなんだってね、3位弁護士、4位高級官僚、5位企業経営者、まあ商人ですね。 イギリス、1位教職・聖職者、2位研究者、3位高級官僚、4位自由業、自由業ってビートルズかなみたいなんですけど、5位金融業者ってくるんですね。はいまあ、いずれにしても商業活動する人たちは5位とか、そんなんですけどね、イギリスではまあ金融業って銀行ですけど、一般的な経営者はもっともっと下だし。 だったそうですドイツはどうかというと、この1980年代の調査なんですけどね、1位大学教授、2位企業経営者ってね、ドイツでは2位に企業経営者が来るんですね。えー、まあ、シュティフタはオーストリアですから、まあ、ドイツ世界なので、まあ、この辺の事情は一緒ですね。新生ローマ帝国があってその中に自由都市 というのがね、中世からもうずっとあるわけです。それでトーマスマンもリューベック、まあ、ハンザ同盟というね、えー、商業都市の連合で、このハンブルクとかリューベックとか、軍艦まで持っていたというね、えー、自由な商人の世界ということですね。で、まあ、ちなみにこのブルクってね、アウグスブルク、ハンブルクって言いますね。 でこのブルクってのは都市の城壁のことを言うんですけどその中に住んでる人たちをビュルガー。 というんで、すねで、えー、まあこのドイツ語のビュルガーっていうのをフランス語読みするとブルジョワってなってですね、あのブルジョワ、つまり都市市民のことがあブルジョワであり、ビュルガー、まあ、自由な市民、で自由な都市の市民というのは商人だった。でドイツではあイギリスやフランスに比べてそれが圧倒的に多かったんで、帝国自治都市とかなんかね中世では言わ,言われてたような気がしますけど、あのー、そういうことで、えー、マックス・ウェーバーが プロテスタンティズムの倫理と資本主義を書いたときに、えーそう、このモデルはつまり都市で働く商人の、ね、勤勉な態度を、えー、想定して書いているというふうにも言われていますね。で、このお父さんはまさにですね、プロテスタンティズムの倫理と資本、あでもオーストリアはカトリックでしたかね、ちょっとあれでしたけどね。はい、まあ、まあ、いずれにしてもですね、コツコツと勤勉な。 商人カフマンで、お父さんの職業を商人に設定しているのは、今のようなドイツの事情があるという、まあきっとそうなんだろうなというふうに思います。はい。で、えー、まあハインリヒはバラの家のね、リ,リーザシュテルネンホーフ、リーザハ男職のもとにしょっちゅう行ってはいろいろ訓導を受けたり、もう本当にね、えー 自分のいいところを引き出されたり、ま,あ、まるでコーチングを受けているかのように、いろんな気づきを得て帰ってくるんですけど、である時帰ってきた時にお父さんが絵の部屋、古代の部屋に、えー、連れて行ったと、まあ、家の中で連れて行ったっていうから、よっぽど大きな家ですよね。はいでまあ、そこでですねあのお父さんの美術コレクションを見て感動をするんですね。でまあ、第一印象に信頼を置くとすればってハインリヒは言って、バラの家でもこれほど高度な。 美しさは揃っていないっていなうわけですで近代や現代の絵は一つもなく全部古い時代のもので見受けたところ新しいものでせいぜい16世紀止まりであるとかねで父は生活のほとんどを仕事に捧げていたんだけどすごいなーっていうようなことですねでまあ,あこの絵はしかし全部古いんで、えー、これについては、まあ、結果的にそうなったんで狙ったわけじゃないいいものを集めようとしたら たまたま古くなったんだみたいなねそんなことをお父さんがあー言いますはい、えー、そして私は父と同じようにそういう物事を感じ考えているバラの家のまデ、あ、ィザ派ですねバラの家の主人に思いを馳せていった思考も精神も似ていてしかも年齢があまり違わない場合考えることも似てくるのは当然なのであろう と言っていますけどね、えーまあ、シュティフターはリーザ派とこのお父さんのグスタフに、えー、2つのなんか理想像を、ね、投影させているという感じですねで、えー。ちなみにこの美術室にある画家はティッツィアーノ。 これだけ僕は知ってますが、あとこれから読むのは誰一人知りませんでしたね。グイード・レーニン、パウロ・ベロネーゼ、アンニバレ、カラッチ・ドメニキーノ、サルバトール・ローザ、ニコラ・ップサン、クロード・ロラン、あ、これは知ってるか。アルブレヒト・デューラー、あ、デューラーも知ってますね。ちなみにクロード・ロランは僕は大好きでね、あの日があ水平線から当たって、クレオパトラの上陸もクロード・ロランでしたかね。なんかその向こうから太陽が差して、こっ うの海に何かが上陸するっていうね、誰かが上陸するっていう、そんなモチーフがたくさんありましたね。えー、それからデューラーですね。で、ルーカス・クラーナハ、これは知らない。ファンダイク、あ、知ってる。レンブラントも知ってるわ。レンブラントの絵をこのお父さん、持ってるんですね。すごいですねって感じですけど。はい、えー、もう長年にわたって多くのコレクションを見たり、美術書を読んで得た経験によると、優れた画家というだけでなく、その中でも良い作品を持っていると思う。 とお父さんは言いましたでそしたそてお父さんはさらに父は古代の部屋の戸棚から引き出しを抜いて窓際のテーブルの上に載せ中に収めてある細工した石を見るように招いた全部古代に作られたものばかりだと父は言った、まあギ,リシャですね、ギリシャとローマですね、えー、そしてあの彫像から受けた厳しく深く不可思議な作用を再び及ぼしたあこのあの彫像というのは、えー、バラの家で見た古代ローマの 大理石の、ギリシャだったかな、大理石の像ですね。私はそれほど金持ちではないからってお父さん言うんですけど、いや、金持ちでしょうって思いますけどね。入手可能な限り、あらゆる種類が含まれているような石のコレクションというわけにはいかない。そんなことはできなかったから人物像に限定した、さらに購入のため家計に響くようなものには手を出さなかった。ドステウスキーなら家計を目にくれず、全部買ったんでしょうねって思いましたけどね。はい。 で,えー、で、ハインリーフはこう思うんですね。このようなケイ詞は、この石の、ね、形、姿、形ですね。個々の芸術家の霊感によるものではない。というんですね。なぜならば、これらの浮き彫りは明らかにさまざまな時代や作家に属するものであるからだ。これはあの過去全体が生み出したものに相違ない。まあ、あ一人の天才彫刻家の技ではあるけど、 あの過去全体を生み出した、まあ、例えばイタリアルネッサンスでもミケランジェロもレオナルド・ダ・ヴィンチもラファエルも天才ですけれどもルネッサンスという一つの時代が彼らを生み出し彼らが作品を生んだっていうね、まあ、そんな考え方に近しいかなとで、まあ、古代ギリシャについてはね実際に誰が作ったかも今更わさらからないのでもう時代全体が作ったっていうそんな印象になっていくるんだろうなと思いますねはいえー、で 優れた簡素な美の概念を持っていたんだと、この古代ギリシャの人たちはね、で、あのバラの家の大理石像の方から、絵よりも厳かで高貴な感動を受けたように、あのバラの家の絵に感動してたんですけど、ある雷の夕方、大理石像に大感動したんですね、ハインリヒは。絵よりもこの彫刻された石から受ける感動の方が大きかったってこう言ってますね。 で、お父さんが、あ,あ、で、ちなみに、このお父さんは、この古代の石の彫刻、石のね、ちっちゃな石のコレクションを引き出しに入れてるわけですけど、最後にね、こんなことをね、ハインリヒに言うんです。ここにある石は、長い歳月にわたって私の楽しみだった。心配事や不確かなことのために、日々の生活から潤いがなくなって、カサカサしたものが広がっていくように思われるときには、このコレクションのところへ来て、 このような人物の姿を眺めては別な時代と別な世界へ身を移して別な人間になったものだよ。 そう,言うんでですねでこのセリフは僕はとても好きで、まあ、これは現在のビジネスマンなりね、ね仕事をする人たちなりがあ、大抵仕事をすると心配事や不確かなことのために、日々の生活から潤いが <laughs> なくなりますよね。まあ、そんな時にハインリヒのお父さんは、この石のコレクションに来てね、ね古代ギリシャに思いを馳せて、古代ギリシャ人になったつもりでね、しかも古代ギリシャ語ので、コメロスとかを読んでるわけですね。そういうことをしているということでね。で えー、で、このね、ハイリフは私は父を見つめた。以前から父に対する尊敬の念を。 高める機会がしばしばあったし、漠然と感じていたよりも、ずっと優れた人であることに気づいていたのだったが、今度ほど父の見識を評価する機会はまだ一度もなかった。父は単調極まる仕事を強いられた。というよりは、むしろ自ら進んで、その中に入っていったのかもしれない。なぜならば、驚くべき規律と実直と忍耐を持って執務していたからだ。プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神。まあ、当時のオーストリアは多分カトリックなんですけど、えーまあ、修道院的な規律と実直と 忍耐という感じですね、えー、その父が、えー、今までは若干絵とか書物に趣味を持っているぐらいだと思っていたとしかし私にはとてもわからないような深い孤独な世界を自己の周りに巡らしてこの世界を謙虚な態度で形成し続けていたのだったというね、えー、ことを言うわけです。はい で、えー、他にもね、このお父さんいろんなことを言ってます。ギリシャ人が作った彫刻はこのように現存するものの中で最も美しい。他のどんな芸術においても、後のどんな時代においても素朴と偉大と性格という点でこれに並ぶものはない。ただ音楽だけは例外で、音楽作品の中には部分的にあるいはもしかすると作品全体が。 古代の簡素と偉大に匹敵するものがあると言えるかもしれない。そのような音楽を作ったのは古代の人々と同じように簡素な生活を送った人々だった。バッハ、ヘンデル、ハイドン、モーツァルトの4人だけだ。とね、4人だと言い切ってますね、えー。で、ギリシャの文学はこの分野で現存するものの中で最高のものだとか、歴史家と演説家にはほとんど匹敵するものがないのだから、 絵画も同じように優れていたに違いない。というね、えー、そんなことを言っています。で、えーまあ、ここでハインリヒがね、お父さんにギリシャの本は言語で読んだんですかって尋ねたら、愛好する作家という以上はギリシャ語で読むのは当然だろうと父は答えた。って言ってね、まあ、えー、しかし私は愛好するシチフターの小説をですね、ドイツ語で読んでないんで、この,この一節を読むとね、ちょっと俺はダメだなっていつも思うんですけどね。 キリスト教以前の古代の世界は我々の世界とは全く異なった表象を持っている。民族移動は歴史の中に明確な区切りをつけているのでそれ以前の民族の作品は全く翻訳はできない、えー、皆殺しのゲルマン人大移動375年から始まりましたね。というのは我々の言葉は構造的にも精神的にも古代の表象に適合しないからだ。 ますねこれでいくと我々の日本語はヨーロッパ言語に適合しないだろうかなってね感じに思ってしまいますけど彼らの言葉で文学や歴史を読んで次第に彼らの中の一人となってこそ彼らの様式を判断する術を学ぶことになるのであってそれ以外の方法ではできないんだみたいなことを言っています、えーね。言語で読まなきゃダメだよってシュリフターは言ってるわけですね。 で「僕はお父さんが古い言葉で本を読んでいらっしゃることを今日まで知りませんでしたそれだけでなく古代の文学や歴史や哲学に通じていらっしゃることもです」みたいなねことを言って父がバラの家の主人と会って今のような話をするのをこれまでにも増して願わざるを得なかったあしかし父は自分の仕事を従来通り続けていてその全てに没頭し順調な進展に心を配っている旅行に出る決心をするとはなかなか期待できなかった。 っていうね、そんなふうなことを言っています、はいでえー、その後です、ねえー、お父さんのこう略歴を、ね、話す機会があってです、ねまあこの、その冬に、ね、バラの家に行かずにじ実家にずっといたのでいろいろ聞きましたと。苦、えーまあ、学生だったと言ってです、ね、学士は自分で働いていなければならなかったとか。ですね、えー まあ、自分の生活、あ、お兄さんがいたけど、まあ、お父さんお母さんが亡くなっているみたいですね。自分の生活でお兄さんは手一杯のため、援助はしてくれたものの、それはごくわずか。なので、学問のある人々の教授に従って読書を始め、見習いになってからも、まあ、どっかの商会、商業のね、商人の家に住み込みだったんでしょうね。自由な時間は自分の部屋で読書をして過ごした。 ねえー、古い言語に対する愛好心は兄から受け継いだ、兄から受け継ぐって言い方は変ですね。はい、修行時代に比べると勤めている時の方が余暇も多く、その時間を好きなことに当てたということで、本や絵画を勉強していったっていうね、えー、そんなことなんですね、はい。ということで、このシーンはとても僕は好きなんですけど、このお父さんが言うあの心配事や不確かなことのために、日々の生活から潤いがなくなってのときに、こういう別の時代に来たんだ。 別の時代に入るんだということで、まあ、ギリシャ、ローマあーそして音楽でいえばバッハ、ヘンデル、ハイド、モーツァルトこういう古典的な節度の効いた深い洞察に満ちた静かな世界、えー、こういう世界に身を置く 趣味を私は持っているとでその身を置く手段としては、えー、彫刻に絵画に文学にというふうに言ってるわけです。で、まさにこのシュティフターが今お父さんに語らせたこの静かな節度を持った古典的な世界こそ、バンカが示している世界なんですね。はいということで、えー、今日はですね、ハインリヒのお父さん、グフサフが息子ハインリヒについて自分の芸術観を語り、息子ハインリヒがとて あのリーズハ男爵と同じぐらい、すごい人だったんだ。っていうことで感動するシーンでした。まあ,あの何の物語もないんですよ。ただ、単にお父さんと息子がこういう話をするシーンなんですね。だから僕はこの。バンカのこういうシーンっていうのはバンカってほぼ全編がこうなので、誰かと誰かが好きになって。 嫉妬したとか、ね、リア王的、オセロ的ハムロ、ハムレット的、マクベス的な世界はまるでないんですよね。でこういう世界、こういう本に味わうのは、まあ、言ってみれば、木の先にてが500ページ書かれてるみたいなね、志賀直哉の、えー、そんな感じにもなるわけなんですけど、まあ、ある意味、NHK の日曜美術館ってありますよね。で、なんかこう、解説者とお司会者の人とかがいて、いろいろ静かに。 芸術について語り合うじゃないですか、説明しながら。ああいうリズム感、ね、ああいうリズム感ですね、えー、サスペンスでドラマとか、アメリカのこうドンパチやるス,スリラー映画とかね、そういうものとは違って、日曜美術館を静かに見る、あの精神のリズムが前編出ているわけです。はい、なので、何も起こらない、何もひっくり返らない。 ただ単に静かに節度ある時間が流れていくだけ。はい、だからこそ、リルケが時間がまだ時間を持っているなら、この中に時間があるから浸ったらどうでしょうって言ったし、ニーチは大絶賛するし、そう、僕はこれは温泉宿でのんびり1週間ぐらい泊まることができたらですね、昼間ぼーっとした時間にバンカーを読むっていうのにぴったりかなっていうふうに思った次第です。はい。えー、それでは。 今日は、シティフターのバンカ第2巻第3章洞察、えー、ハインリヒと父グスタフの会話のシーンをー、もしかしたら世界で初めて詳しく動画で解説というか話をしたかもしれません。はい。ということで、今日は以上です。よかったらチャンネル登録などもぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。